よろしくお願いいたします。杉山でございます。で、今ご紹介いただきましたように、私は理研の、AIP センターというところのセンター長をしておりますが、私自身バックグラウンドが、機械学習の割と基礎的なところですので、バイオのこともわからなければデータベースのこともわからないということで、なかなか皆さんに会ったお話ができないなというので非常に悩んでいるところなんですが、ここは私の研究分野に近いところ の現状のご紹介と、その現状の下で理研の AIP センターがどんな取り組みをしようとしているかというあたりをお話しさせていただければと思います。で、今日は4つ一応話を持ってきたんですが、多分4番は時間がないのでカットすることになると思いますが、まずこの広い意味での人工知能の研究業界が、これまでどんな発展の経緯が出てきたかということを簡単にお話したいと思います。で、近年、自動運転車であったり会話ロボットであったりコンピューター用であったりと、我々の身の回りでさまざまな場面で人工知能のシステムが使われるようになってきました。で、こうやって IT 技術がどんどん人工知能によって行動化されるという状況が続いていまして、そのためもう IT 業界だけではなくてあらゆる業界で研究開発競争が世界的に非常に活発に行われている状況です。で、今世の中的には第3次の人工知能ブームだと言われています。で、一応歴史をひも解いてみようということで少し調べてきたんですが、人工知能の研究の歴史を見ますと、まず1960年頃に第一次ブームが来たと、ものの本に書いてあります。で、その頃は記号処理とか論理推論を中心に研究が進んでいたということだそうです。で、そのブームがなぜか去ってしまって、1980年頃に今度第二次ブームが起こりました。で、その頃はエキスパートシステムを作ろうということで、イフゼンルールをたくさん書いていけば医療の診断システムができるとか、そういう方向で研究が進んでいた。で、こういう流れで研究している、ちょっと伝統的なっていうのをつけましたが、伝統的な人工知能研究者は、この国内で第二次ブームの頃に非常に大きな国家プロジェクトが推進されていたそうで、海外に行くと意外と日本の第二次ブームのことをよく知っていたりするんですね。ですので、世界的にも注目されるぐらいの大きな国家プロジェクトが1980年代、90年代に動いていたということなんですが、これ目立った成果を残せずって書いたらちょっと一部の先生に怒られるかもしれませんが、今の時代から見たときに残っているものがあまりたくさんないというのが残念ながら成果ではあるんですが、そのため人工知能にいわゆる冬の時期が来てしまったということで、1990年代後半ぐらいからついこの間まで人工知能という言葉は使ってはいけない用語で、研究のプロポーザルには人工知能と書いてはいけないという、そういう時代が20年ぐらい続いています。そうやって人工知能の研究者はずっと苦しい日々を過ごしてきたわけですが、ついに第3次の人工知能ブームが到来しまして、これまでの地道な努力がやっと実を結んだということで、非常に業界が盛り上がっているところです。で、一方、第3次の人工知能ブームは、人間の脳を模した人工神経回路網、ニューラルネットワークに基づいたディープラーニング、深層学習が牽引しています。で、そこでニューラルネットに関係のある分野を見てみますと、もちろんニューロサイエンスの人たちがずっと脳のことを調べてきているわけなんですが、それを工学的に応用しようという分野はニューロエンジニアリングとかに呼んだとしますと、そのニューロエンジニアリングの分野の歴史を見てみますと、こちらも面白いことに同じ頃1960年頃に第一次ブームが来ています。で、そこではいわゆる一層のニューラルネットワークですね、パーセプトロンと言われる一層のニューラルネットワークを使った、学習モデルが研究されました。ただ、その一層のニューラルネットワークでは複雑なものは全然できないということで、すごく強く批判を受けたようで、その部分はすぐ去ってしまいました。ところが今度1980年代中盤頃になりまして、多層のニューラルネットワークをうまくトレーニングできるであろう学習法である誤差逆伝播法という方法が提案されました。それによって第二次ブームが巻き起こりまして、私もこの頃まだ子供の頃ですのであんま覚えてないですが、なんかニューロファジーの入った洗濯機とかエアコンとか、なんかそんなのなんかニュースとか広告で出てたのをなんとなく記憶していますが、一般人がニューロって言葉を知るぐらいのレベルで普及していたということだと思います。で、この神経工学の研究者の立場から見ますと、脳を模した学習システムを人工的に作りたいと思っているわけですので、まずは人間の脳のことをちゃんと知る必要があるわけなんですが、残念ながら人間の脳を知るという研究を昔からずっとされていますが、いまだにほとんど解明できてないというのが怒られるかもしれませんが、いろいろもちろん分かっていることは増えてきているんですが、脳をシステムとして見たときに本当にどういう学習が実現されているかというのは、そのアルゴリズムのレベルまでには全然落ちないような状況ですので、残念ながら神経工学を研究する人もある意味表面的に脳の動きを真似する模倣するとしかできないということで、非常に苦しい日々が続いているということだと思います。
でそれがまあ第三次ブームが来てニューラルネットがまたリバイバルで戻ってきましたので、これまでの地道な努力がついに実を結んだということで、この神経工学の分野も今非常にまあ明るい雰囲気になっているところです。でも実はその伝統的な人工知能の研究者は、ディープラーニング、ニューラルネットの研究はしていなかったわけなんですね。論理に基づく、記号処理に基づく研究をしていたわけですし、第二次神経工学ブームの頃にいた神経工学の研究者もニューラルネットのアルゴリズムはもうそこにあったわけなんですが、残念ながらそれを実用化にはつなげられなかったわけなんですね。でニューラルネットワークの研究も、まあ、長い冬の時代がやっぱり あったわけで、1990年代後半ぐらいからついこの間までニューラルネットと書くと論文が通らないという時期が、まあ、20年近くやってあったわけなんですね。15年ぐらいあったわけなんですね。ですのですごい苦しい時代があったわけなんですが、でそうするとじゃあ何が第3次の AI ブームの起爆剤なのかと言いますと、それが機械学習なわけですね。で近年の人工知能システムの背後では、コンピューターに人のような学習能力を持たせる機械学習、マシンラーニングの技術が用いられています。でこのマシンラーニングの背後にある、まあ、あの科学技術的なものは、コンピューター科学、コンピューターサイエンスなんですね。これが、第3次の人工知能ブームを牽引しています。でこうやって見ますと、実は第3次人工知能ブームって呼ばれているんですが、結局人工知能のブームとしては第1次、第2次と第3次というのはほとんど関係がないんですね、研究の流れとしては。ですので実は第3次のブームは機械学習のブームだと本当は言うべきだと思うんですね。でその機械学習のブームにアメリカの巨大な IT 企業であったり、中国の企業であったりが、まあ、どんどん参入していまして、現在の爆発的なブームをさらに加速しているというのが現状です。この機械学習の研究の歴史も簡単に見てみますと、1990年代中盤頃、まあ、私がこの頃から研究を始めたのでこの頃からしか知らないんですが、この頃から、統計学や突彩結果に基づいた識別の理論であったり、あるいはベージュ統計に基づく確率推論の話が、まあ、これらの話も昔から研究はされていたんですが、この90年代中盤頃からちょうどコンピューターも発展してきたということもありまして、非常にあの研究が加速しまして、実用化につながっていたという状況です。そして2010年代ぐらいになりまして、ある程度のヒューリスティックに基づく深層学習の技術が、まあ、今のブームを迎えているわけですね。で機械学習の分野の、まあ、伝統的な研究トピックが3つありまして、それがそれぞれ教室式学習、教師なし学習、教科学習と呼ばれていますが、教室式学習は、まあ、昔からずっとあるテーマで、我々人間が、まあ、生徒であるコンピューターを教えるというやり方で、回帰とか分類とか、まあ、そんな問題に対応しますが、今でも基礎研究や実世界応用の中心的な話題になっています。一方教師なし学習の方は、まあ、我々が教えることなくネットワークにつながったコンピューターが勝手にデータを集めてきて勝手に学習してくれるという非常に都合のいいあのやり方なんですが、残念ながら、まあ、何を学習するかというのは我々がちゃんとまあ事前に決めてやる必要がありまして、そこは非常に今主観が入るところで、あの研究としては難しい話になっています。でそういう研究も、まあ、2005年頃から、かなり理論研究も盛り上がってきていて、今も結構盛んにされていますが、まあ、結果的に残念ながら教師なし学習単体で何か世の中の問題が実際に解決できるかというと、まあ、そういう雰囲気ではなさそうなんですね。教室式学習を行う前段階として教師なしの例えば異常検知のアルゴリズムを使うとか、クラスタリングのアルゴリズムを使うことによってデータを前処理して、で講談の教室式学習をより精度よく解こうと、そういった使い方が主になっているかと。そして最後の教科学習が、まあ、教室式学習と教師なし学習というのは真ん中ぐらいのイメージになりますが、直接答えを教えるのではなくて、コンピューターなりロボットなりが予測した答えを評価してあげて、でフィードバックを与えるということをするようなものなんですが、この教科学習も昔から結構研究はされているんですが、今まで割とそのあんまり注目されなかったんですね。一部の研究者はずっとやってきていて、まあ、小さい世界ではありますがそれなりに盛り上がっていたんですが、まあ、去年2016年にアルファ5という囲碁のプログラムが出て人間のチャンピオンに勝ったというのが大きなニュースになりましたが、まあ、その後あのアルファ5が実は強化学習でトレーニングされてたんだということが分かると、一気にブームになりまして、私も強化学習の研究を10年ぐらいずっとやってるんですが、今まで企業の人の前でたまにこう強化学習の講演とかをすると本当に全然質問が出なくて、司会者が最後しょうがなく一個質問してくれるみたいな、そんな感じだったんですが、もう今手のひらを返したようないろんなところからぜひ強化学習の講演してくださいとか共同研究しましょうとかって、そういう感じの雰囲気になっているので、まあ、すごく今ブームになっている状況です。でもまあ正直なところ強化学習が本当に使えるかどうか私もあんまりよくわからないというところですね。ちょっとブームが先にいっている感じで、教室式学習と教師なし学習はもう Google も Facebook もやってるので今から
やってもしょうがないだろう、でも強化学習はまだそんな流行ってないからチャンスがあるんじゃないかっていう、それぐらいの期待感でちょっと盛り上がってるところがあって、本当に次世界の問題がちゃんと強化学習して定式化できて本当に役に立つ形で解けるのかというのは、まあ、まだ評価はこれからかなというふうに感じています。ただまあ技術はどんどん発展していますので、いろいろこれから応用される可能性はあるんじゃないかということで、私も非常に期待しているものです。でここまでをまとめますと、人工知能の関連分野は結局3つの研究分野があるというふうに私は感じています。で1つはいわゆる、人工知能、本当に人工知能の研究ですね。一次部分も二次部分を支えた伝統的な人工知能の研究、そして2つ目が、神経工学に基づくニューラルネットの研究、そして3番目が今の、コンピューターサイエンスに基づく機械学習の研究でして、でこれが外から見るとわからないんですが、中にいると明らかに感じるのは、この3つの分野は全然交わりがないですね。で私自身、私は機械学習の研究をしていると自分で思っているんですが、で日本にいたら人工知能学会ってありますが、私人工知能学会には全然出たことがないんですね。コミュニティが全然違うんですね。で去年 AIP センターのセンター長になって初めて参加して AIP センターの説明をしに行ったっていうぐらいで行ったこともなかったんですね。でそれぐらい人工知能の分野と例えば機械学習の分野って離れてるんですね。でニューラルネットと機械学習も1990年代とか2000年前半ぐらいまではまだ一緒にやってたりもしたんですが、もうその後機械学習の研究がどんどん数学的になっていったので、ニューラルの人は全く来なくなってしまって、もうバラバラになってしまったということで、なんか狭い分野なんですが3つのコミュニティが完全にバラバラでこれまで発展してきたという状況です。ですのでこの機械学習の分野から人工知能の研究から機械学習のところに薄い矢印を書いたんですが、こっちからこっちに来た人はほとんどいないんですね。でこっちからこっちに来る人もほとんどいなかったので、あんまりつながってないんですね。でここが独立にあるように始まって、で人工知能の研究者とかニューラルネットの研究者は今特に汎用的な人工知能を作ろうというアーティフィシャルジェネラルインテリジェンスという研究をして、それでシンギュラリティを迎えるんだという感じのこう勢いでいってる感じなんですね。でここもあんまり違う分野のことをどうこう言うとちょっとあれかもしれませんが、こっちの方ゴールは非常に野心的でいいものを持っているんですが、ではどうやって実際に汎用的な人工知能を作るかっていう、その方法論の議論っていうのはほとんどちゃんとされてないと感じるんですね。ですのでこういう分野非常に目立ちますので、マスコミとか新聞とかニュースとかよく出るんですが、雑誌とかにもよく出ますが、で汎用人工知能を作ってこんなことができてってお話にはなるんですが、じゃあテクノロジーとして実際どうやってそれを作っていくのかっていう、そのステップは全然示されていないんですね。ですので一番下の汎用人工知能の話は今のところまだ正直なところ夢物語かなって感じられるんですね。機械学習の研究者も今のところは今の数学的な機械学習をどんどん高度にしていって、IT 技術をより発展させていこうという雰囲気になっているんですが、一部はそれを使ってやっぱり汎用的な人工知能を作ろうという雰囲気に今なりつつあって、このここからここへの矢印も薄く書いたんですが、ちょっとこっち側に興味が湧きつつあるところですので、これからはこの3つのバラバラだった分野が手を取り合って汎用的な知能を作る方向に進んでいかなきゃいけないのかなというふうに感じているところで、やっとコミュニケーションも取れるようになってきた、もうなんか中でいがみ合ってる状況ではなくなってきたというのが正直なところなんですね。人がほとんどいない状況ですので、数少ないリソースを組み合わせて頑張っていこうという雰囲気になりつつあります。でここまでが人工知能のこれまでの発展の経緯 で今度ここ 1,2 年ぐらいの現状を見てみたいと思うんですが、いわゆる人工知能というのはこれ鍵括弧で書いたんですが、定義があんまりはっきりしないので非常に広く取っているんですが、人工知能に関係する国際会議をまとめたものがこのページになっています。でいわゆるその人工知能 AI の国際会議がこの辺にありまして、インターナショナルジョイントカンファレンスの AI 1回とか AAAAI というこういう大きい会議がありますが、でここはいわゆる伝統的な AI の会議なわけなんですね。でも実際にはなんかこの、ここの部分もすごい今参加者数が増えてるんですが、実際にもっと技術的に盛り上がってるのはその周りの分野なんですね。これ下の方が応用に近い分野で、上の方が理論的に研究する分野ですが、例えばこの応用の方を見ますと、コンピュータービジョンの学会 ICCB と CBPR というのものすごく今人数増えていますし、シグナルプロセッシング音声認識の会議であるインタースピーチとか ICASP で、自然言語処理の ASL EMNLP、この辺の会議もものすごく今大きくなっています。で情報検索の会議であったり、ヒューマンコンピューターインタラクション、ワールドワイドウェブ、データマイニング、こういった分野が非常に今盛り上がっています。そして今度上の方理論側を見ますと、ここにマシンラーニングの国際会議がありまして、インターナショナルカンファレンスオンマシンラーニングという ICML という会議と、ニューラルインフォメーションプロセッシングシステムズ
NIPS という会議が非常に今拡大しています。でこのマシンラーニングの国際会議そのものもものすごい理論的でして、ポスター発表とか見に行くと最初から数式がいっぱい書いてるようなそんな学会なんですが、それよりもさらに数学的な会議が裏には潜んでいまして、統計的な学習理論の会議であるコルドとか、あとは離散数学とか理論計算機科学のフォックス・ソーダ、でこんな会議が裏にもありまして、そこは本当にもう基礎の数学を研究するそんな分野になっています。でこれら全部合わせてある意味広い意味での人工知能の研究が発達発展しているというのが現状です。でこのちょっとマシンラーニングの分野をもうちょっと見てみますと、もう今の拡大する速度が非常に速い状況でして、先ほどの ICML と NIPS という2つの機械学習の国際会議ですが、2013年には参加者が1000人ぐらいでした。でこの当時 もう理論系の会議で参加者が1000人来るというのはちょっと世の中変わってきましたねみたいな話をしてたんですが、その後例えば NIPS を見ますと1200から2400、3800、6000と倍々でどんどん増えています。でこの年の6000というのも会議が12月なんですが、もう10月ぐらいの段階で6000席が売り切れてしまって6000でストップということだったんですね。で今年カリフォルニアで12月にまた行われるんですが、9月1日にレジストレーションをオープンしたんですが、12日間で8000席が売り切れてしまって、もうそこで打ち止めという状況で、これ本当にずっとオープンできたら多分2万とか3万とかいくんじゃないかっていうそんな勢いでした。でこれらの機械学習の国際会議を支える企業のスポンサーの動向を見てみますと、2000年頃がちょうどそのドットコムブームがあった後ぐらいですかね。でその頃に大きい IT 企業である Google とか IBM とか、当時の Yahoo とか Microsoft の研究部門が主にスポンサーになっていました。でその後第2次 その IT 系の企業である Amazon とか Facebook、LinkedIn といった会社であったり、あとは中国系の Tencent とか Huawei とか Baidu とか、ロシアのヤンデックスといって、こういった会社がスポンサーになりました。でここ最近はもう何でもありという感じで、もう企業のブースもスポンサー募集しますって言うと、それが一気に売り切れてなくなってしまう、そんな状況なんですね。で今でも、ネット系でないボッシュとか、あとフィンテック系のビザとかブルームバーグとかゴールドマンサックスとか、あとはもう数々のベンチャー企業がたくさん来てという状況で、そのスポンサーの競争もものすごく激しくなっています。でこの NIPS という会議は特に大事だと認識されていまして、NIPS の2013年には Facebook の CEO のマーク・ザッカーバーグさんを自ら乗り込んでこられまして、AI の研究所を作りますと宣言しました。でもしディープラーニングの研究をご存知の方いらっしゃいましたら、ディープラーニング界 の有名な先生であるジェフ・ヒントンさんとか、ヤン・ル・カンさんとか、ヨシア・ベンジョさんといった方々も、NIPS が主戦場で研究発表をしています。ICML2016 というのが去年の夏にニューヨークで行われたんですが、その時に採択された論文の国の分布を表したグラフなんですが、これがちょっと衝撃的だったんですが、これメールアドレスで見てるんでちょっと正確さはやや書いてるかもしれませんが、メールアドレスで .edu から来ていた論文が 45% ぐらいを占めてるんですね。アメリカの論文、アメリカの組織から来てる論文が 45% ぐらいを占めてまして、でその次に .com の企業から来た論文が 20% ぐらいを占めてるんですが、この企業の 20% というのは多くが Google とか Microsoft とか Amazon とかそういうところなんですね。ですので基本的にはこの .com の部分もほとんどアメリカだと言っていい状況ですので、論文の 70% ぐらいはアメリカから来ているということなんですね。でその後はフランス、イギリス、イスラエル、スイス、日本、ドイツ、カナダともう数パーセントで並んでいる状況で、この年日本は10件しか通ってなかったので、3% ぐらいということで、これが残念ながら現状の日本の機械学習の実力なんですね。ですので今この機械学習の業界はもうアメリカが完全に一強の状況です。で実際に会議に参加しますと、中国人とか韓国人でインドの人もいたり、ヨーロッパの人もいたりという感じで多数アメリカにもいますので、そんなにいる人はアメリカ人ばっかりというわけではないんですが、日本人は少ないんですね。でいくと日本人は論文 3% ですが、多分参加者も数パーセントぐらいかなっていう感覚なんですね。ですので本当に肩身が狭い状況です。で今年の ICML で発表された論文のカテゴリーを表した表をちょっとまとめてきたんですが、やっぱり深層学習すごい人気があって一番多かったんですが、それでもなんか世の中の雰囲気だと、もうこういう人工知能に関する研究は深層学習しかないんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には深層学習一色ではなくて、連続最適化、強化学習、強質学習、なんとかなんとかっていっぱい続いてまして、こうロングテールで伝統的な話題もかなり活発に研究されています。
機械学習分野 の, この研究の雰囲気なんですが、今まあ世の中的にはビッグデータとディープラーニングっていう2つのキーワードでなんとなく報道されることが多いかと思うんですが、まあデータ量に関しましてはおっしゃる通りあのスモールデータからビッグデータになりましたということで、まあこういう軸が1つ取れまして、でディープラーニングに関しましてはあのまあ深層モデルを使った学習法という解釈をすべきですので、モデルの軸で見ますと、まあ、昔々はあの線形モデルを持ってきて直線のモデルを持ってきて何かあの比例関係を調べるようなことを統計解析で行っていたわけですが、それを非線形にするために下方モデルとかカーネルモデルとかだんだん複雑にしていって今の深層モデルディープモデルに達しているという状況ですので、まあ、世の中一般としてはまあこの辺がトレンドかなという感覚になるんですが、機械学習の研究者から見ますともう一つ軸がありまして、データとモデルがあったとすると、あとはそのデータとモデルを使ってどう学習するかっていう学習の方法そのものが当然重要なわけなんですね。でその方法の軸がさっきの教室式学習であったり教室なし学習であったりということで、回帰とか分類とかクラスタリング、異常検知、強化学習といった、まあ、こういった研究が行われているのが機械学習分野の動向です。でここまでまとめますと、あの主に説明したのは機械学習の分野だけだったんですが、実際にその周りの分野、画像処理であったり自然言語処理であったりといった周りの分野を見てもあのほぼ同じような状況で、広い意味での人工知能の国際会議で残念ながら日本の存在感は非常に薄いという状況です。もう数パーセントぐらいしか人がいなくて、論文も数パーセントぐらいしか通ってないという状況です。でアジアの、まあ、近くである中国や韓国を見ますと、やっぱりメインランドから通っている論文はそんなに多くないので、あの存在感なさそうに見えるんですが、実際には中国人や韓国人は欧米の大学や企業にたくさんいますので、国際会議にいるとたくさんいるんですね。中国人と韓国人とたくさんいて、でしかも彼らは結構溶け込んでるんですね、ちゃんとコミュニティに。で学会の運営とかにもちゃんと関わってたりするんですが、あの日本は全然そのもう参加するのが精一杯という状況で、会議を運営するとかなんとかチアをやるとかっていう人はほとんどいないような状況です。世の中はビッグデータプラス深層学習の大きな部分になっていますが、まあ、あの NIPS のような理論系の学会では必ずしもそれだけではなくて、さまざまな伝統的なアプローチも、研究されているという状況です。で研究分野としてはモデルとデータ量だけではなくて、学習法に関する研究も非常に盛んに行われているという状況です。でここまで来て、この後やっと理研の革新知能統合研究センターの説明を簡単にできればと思いますが、まあ、現状としては非常に厳しいというところからスタートしています。で我々 AIP センターは文科省の AIP プロジェクトという枠組みのもとで、センターを立ち上げているんですが、この文科省の AIP プロジェクトは、人工知能だけではなくてビッグデータ、IoT、サイバーセキュリティを、まあ、統合したプロジェクトということで、まあ、基本的には何でもありの形になっています。でその下で理研だけではなくて理研と JST が一体になってこの AIP プロジェクトを推進するという立て付けになっています。で我々 AIP センターの方がまあ研究事業を行う組織になっていまして、こっちの JST の方は、プレスト先駆けアクトアイというファンディングの、プログラムの中の一部 AIP に関わる分野のものを AIP ネットワークラボと名付けまして、この2つの組織で研究を、一体的に実施していくという、そういう立て付けになっています。で我々理研の方は5本柱で活動しておりまして、1番目、まず次世代の AI の基盤技術を開発していこうということで、機械学習なり最適化なりの基礎研究を行っています。そして2番、AI を使ってサイエンスの研究を発達させようということで取り組んでいます。で3番、AI の社会実装に貢献していこうということで、世の中に役に立つ応用を開拓しています。4番、AI が普及することによる、倫理・社会的な課題への対応を行っていこう、議論していこう。そして5番、AI に関する人材育成をしていこうということで、この5本柱で活動をしております。これもうちょっと詳しく見ていきたいと思いますが、まず1番の基礎研究の部分なんですが、我々この AIP プロジェクト10年間期間をいただいています。で、今年度は2年目という扱いなんですが、せっかく10年いただけるという、多分国のプロジェクトとしては非常に珍しいものだと思いますので、やはり10年後を見据えた基礎研究をしっかりやっていこうというのが、まず第一にあります。で、その気持ちとしましては、今、主要な AI の応用研究というのは、本当にもうマネーゲームになっているところでして、まあ、最近で驚いたニュースは、例えば半年ぐらい前に、イスラエルにあるモービルアイというあの自動運転のベンチャー企業というほども小さくないところの企業がありますが、そこをインテルが買収しましたが、1兆7000億円で買収してたんですね。
でも1兆円ってなんかもう桁が全然違うわけですよね。我々あの国のプロジェクトやっていて結構いい予算もらってるんですが、まあ、何十億っていう単位ですよね。これ基礎研究としてはすごい額だと思うんですが、3桁違うわけなんですよね。でそんなところで同じ土俵でさ自動運転頑張りましょうって、まあ、言う気もしないわけなんですね。ですのでやっぱりちゃんと何をやるかというのをしっかり考える必要があると思って、非常にテーマを慎重に選んでいるところなんですね。一方基礎研究を見ますと、これは幸いあの個人勝負なんですね、未だに。ですので誰か一人天才がいればゲームのルールを変えることが不可能ではない状況になっています。でアルファ5というのは非常に大きなニュースになりましたが、あれも、まあ、Google がやったということになってますが、実際には Google が買収したロンドンにあるディープマインドというベンチャー企業、まあ、当時は小さい会社でしたが今はもうめちゃくちゃ大きくなってしまいましたが、当時は小さいベンチャー企業だった、そこの少数の研究者の成果だったわけなんですね。あるいは今流行っているディープラーニングの論文が2006年にちょっと出たんですが、2006年にあの論文が出た頃にみんなそれを見て、おこれはすごいって言って飛びついたかというと、全然そうではなくて、あの出た頃にあまだこんな古臭い論文書いてる人がいるんだ、あんな論文がサイエンスに出るなんてやっぱり政治力は大事ですねなんてみんなでこう言ってたのが10年前だったわけなんですね。それが気がつくとこういうブームになって世の中を変えてしまったわけなんですね。ですのでやっぱ基礎研究というのはそれぐらいパワーがあるものですので、我々としても今流行っていることをやるんじゃなくて、今もしかしたらバカにされるかもしれないけど、やっぱり人と違うことをやることはすごく大事だと思ってるんですね。でそういうのでもう例えば100人理論研究者を雇って100人のうち1人が10年後に当たればいいというぐらいのつもりでこの分野に投資していきたいと思っています。で実際今ディープラーニングいろんなところで使われていてだいぶ成果も出ていますが、まだ理論的な部分、原理的な部分というのが、まあ、ほとんど分かっていない状況ですので、やっぱりそこに切り込んでいくというのはまず必要だろうということで、取り組んでいます。であと世の中は、まあ、AI の応用というのはもう無数にあると思うんですが、ディープラーニング、今のディープラーニング技術そのもので解ける問題というのは実はまあほんの一握りしかないんですね。それ以外まだまだどうアプローチしていいかも分からないような問題もたくさんあります。でそういうのを解くためにはやっぱり今の技術とは全然違う、あるいは変なことを やらざるを得ないと思うんですね。でそれはもう全く外れかもしれないし、でも分からないのでやっぱりもうそこに投資していくしかないと思ってるんですね。ですから我々のセンターでも数学者とか物理学者とかも集めてきて、理論の強さの人を集めてきてみんなで議論するということを始めています。で応用研究も当然我々興味持ってるわけなんですが、まあ、応用は本当にもうマネーゲームになっていますので、やっぱ分野を慎重に選んでやっていこうと思っていまして、でサイエンスの研究に関しましては、まあ、サイエンスを AI で加速するっていうのが世界中で当然やられてるわけですが、結局それは AI の研究ではなくてサイエンスの研究なわけなんですね。ですので、まあ、パートナーがいいか悪いかで成果が決まるわけなんですね。言い方悪いですが AI がちょっとしょぼくてもサイエンスがすごければいい成果が出るわけなんですね。ですので我々としてはいいパートナーを見つけてくることに命をかけているわけなんですね。で実際、まあ、せっかく日本で AI の研究してるわけですので、日本が強いサイエンスの分野でいいパートナーを見つけてこようということで、まあ、日本が世界的に競争力を持っている再生医療であったり、ものづくりであったり、マテリアルサイエンスであったりと、そういった分野のパートナーを見つけて一緒に共同研究を行っています。であとは、まあ、実際 の工学的な応用に関しましては、これ もう Google とか Facebook とか Amazon とかがものすごい予算を使ってもう研究してますので、なかなか同じようなことをやる気がしないという状況ですので、我々は、まあ、国のプロジェクトですので、まあ、ビジネス的にうまみがあるかどうかは別として、やはりその社会的に役に立つ意義のあるプロジェクトを推進しようということで、例えば、まあ、超高齢社会の日本におけるヘルスケア問題であったりとか、あるいは、まあ、自然災害に対する防災減災であったり、あるいは、高度経済成長期に作られた橋とかトンネルなどのインフラのこう検査であったりといった、まあ、一部ちょっと地味な問題も入っているかもしれませんが、社会的には非常に重要な課題ですので、こういうところに協力していきたいと、貢献していきたいと思っていまして、で当然政府もこういう問題にはずっと昔から興味を持っていて、いろんなプロジェクトがこれまで立ち上がっているわけなんですね。で特に最近は内閣府の SIP というプロジェクトで、防災減災であったりとか、あるいはインフラの検査にも取り組んでいますので、まあ、そういうところを出口のパートナーとして我々はその AI 部分を担当するということで、共同研究を行っております。で1番2番が技術に関わることだったんですが、3番目は、AI の社会的影響を分析するということで、やっぱり AI の技術がいろいろ使えるようになりますと倫理的や法的な問題が出てきます。でこうシンギュラリティというのも書きましたが、まあ、理論的な研究者の立場からは今の技術の延長にシンギュラリティはないと、もう言い切ってもいいぐらい全然起こり得ることはないと思ってるわけなんですが、世の中的には、まあ、シンギュラリティは非常に今注目されている状況ですので、まあ、そういうのも多少は議論していこうということになっています。
であと、倫理的な課題に関しましても数理的に解決できる問題もありますので、それらに関してはちゃんと技術を作っていこうということで、プライバシーの問題であったりセキュリティの問題であったり、あるいは公平性の問題であったり、でこういったところには、サイエンスの研究として取り組んでいきたいと思っています。あと人材育成なんですが、これ日本は先ほど国際会議に行って数パーセントぐらいしか日本人いませんという話をしましたが、非常に AI の研究者の層が薄いのが現状です。で今 AIP センターを最初に始めるにあたって、いきなりセンターを始めますって言っても誰も来てくれませんので、まず最初にいろんな大学のすでに、まあ、あの教授になっているような有名な先生を集めてきました。でそうすると彼らの周りにいる優秀な学生も自動的に小売店に来ることになりますので、それで一応初期メンバーを集めたことになっているんですね。でそれをスタートとしてやってるんですが、で私も今東大で情報理工にも所属してるんですが、そこの学生を見ますと、学部生から修士にほぼ、まあ、9割方上がるんですが、修士からドクターに行く学生は1割ぐらいしかいないんですね。でほとんど9割方は民間企業に就職していってしまいます。ですので今 AIP センターでポスドクを募集しますって公募をずっと出してるんですよ。ずっと出してるんですよ。応募ほぼゼロに近い状況なんですね。そもそもポスドクになる前にドクターがいないわけですので、公募出しても意味ないわけなんですね。でそういう状況ですので、もちろん大学の教員としてはしっかり教育を頑張って、これからデータ解析ができる人材を育てていくというのが必要ですので、ドクター行きましょうという教育を一生懸命してるわけなんですが、まあ、それはなんとか5年後10年後に成果が出てほしいところなんですが、今すぐ何するかというと、もうすでに産業界に行ってしまった優秀なエンジニアをなんとかこう取り返していきたいわけなんですね。でそこでいろんな企業と今連携をしていまして、でただ単に共同研究をするということではなくて、人を送ってくださいって言うんですね。実際我々のオフィスの中に企業の共同研究の部屋をいくつか用意してまして、で契約した会社はそこにもう常勤ほぼ常駐するような形で研究員を送り込んでいます。で我々と一緒に研究開発するということをやっています。であとそうであっても、もう国内の人材プールはほぼ枯渇している状況ですので、なんとか海外からちょっとでも人を集めてこようということで、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、韓国、オーストラリアなどの大学や研究所と今連携の覚書を結んだりしていまして、そういうところから研究者の訪問であったり、あと学生のインターンですね、そういうのを受け始めています。で我々の AIP センターの研究体制なんですが、我々自身は基礎研究に軸足を置こうということで、ちょっと言い方悪いですが、応用に関してはもうすでにいろいろ企業であったり、いろんな国のプロジェクトであったり、他の研究所であったりというところに、依存してやっていこうというふうに思っています。でそのパートナーとなんとかうまく橋渡しをしていこうということで、3つ研究グループを作りまして、1つ目が目的思考基盤技術研究グループと呼んでいますが、このグループが実世界の複雑な問題を解決可能な形に抽象化するという役割を担います。そして2番目の汎用基盤技術研究グループが、その抽象化された問題を解決するような汎用的な数学的な技術を作っています。そして最後の社会における人工知能研究グループが、人工知能の普及に伴う社会的な影響を分析するという役割を担います。でこの10月1日の段階で一応登録されているメンバーとしてはもう350名を超えるぐらいいるんですが、正直に申しますと、この中で常勤の人は50名ぐらいしかいない。で残りの300名は他の大学とか企業とかからの、非常勤の研究員だったり、パートタイマーの学生だったりという状況なんですね。ですのでやっぱり人材集めには正直なところ非常に苦労しているというのが現状です。で我々の研究センターなんですが、日本橋に、オフィスを構えました。でコレド日本橋っていうショッピングモールがあるんですが、その上に入って15階なのでこの辺に入っています。でこれ東京駅からも歩いていけるぐらいの距離で、こんな入り口になっています。で我々のセンター の拠点の特徴としましては、外側に大きいディスカッションスペースを作りました。こう壁一面ホワイトボードになっていて、黒板があったり畳コーナーがあったりと、でこんな感じになっているんですが、でこれを理研の中になっているので通行人は入ってこれないんですが、我々の研究センターの外に作ってますので、まあ、理研のドアを通れるぐらいの方であれば誰でも来ていただいて情報交換をしましょうという、そういう設備になっています。で実際今駅の近くに作っていますので、それこそ関西から来た人は、まあ、終電の新幹線が9時半とかぐらいですので、9時ぐらいまでここにいて雑談してても帰れるわけなんですね。仙台の人とかも多分9時ぐらいまでいても大丈夫で、あと海外から来た人とかも成田空港か羽田空港に、まあ、東京駅からだったらすぐ行けるわけですので、午後の飛行機で帰る人が午前中に来て講演して昼ご飯も一緒に食べて帰るっていうことをやってるんですね。明日もニューラルネットで有名なディープラーニングで有名な吉谷弁丈先生が明日の午前に来るんですが、午後の飛行機で帰るんですね。
帰る日を捕まえて朝に講演してもらうというそんなこともしています。でこれぜひ今日いらっしゃった皆さんも足を運んでいただけるとありがたいなと思ってるんですが、我々自身は基礎研究に軸足を置いていますので、それをどこにこう適用していくか、でさらに実世界の方はどんな問題を持っていて我々の研究をどう発展させていけばいいかっていうのをいろいろ相談させていただきたいんですね。ですので、なんか真面目な固い議論をしようというわけではなくて、ちょっとフラッと来ていただいて、スマホでも充電してコーヒーでも飲んで雑談するっていう、そんな感じの雰囲気でやりたいと思ってるんですね。ですので、何か機会がありましたらぜひ足を運んでいただいて、いろいろお話しできればと思っております。で終わりということになりますので、これが最後のページですが、我々10年いただいてますので、最初の 2,3 年で先ほど挙げたようなテーマを推進しつつ、中期から長期の取り組みというのは実際のところ何をやればいいかというのはまだわからないわけなんですが、今の技術で解決できないようなものをやっぱり解決するような新しいものを作って、それによって、今まで解けなかった問題を解くことによって新しい産業を作るとか、そういう方につなげていきたいと思っております。ではこれで終わります。どうもありがとうございました。